日本東京都港区白金台白金台は東京都港区にある地名。住居表示実施済み地区であり、現行行政地名は白金台1丁目から白金台5丁目。高輪地区総合支所管内に属する地域である。郵便番号は108-0071。東京都港区の西南端に位置し、西部で渋谷区恵比寿、品川区上大崎。 東五丹田に隣接し、東部で高輪に、北部で白金にそれぞれ接する。目黒通りと外苑西通り、桜田通り沿いには商店、マンションが点在する。町内には歴史的建造物が所在する明治学院がある。武蔵野大地の東園に所在する住宅地の一つであり、住宅地として公的な環境を持つ土地として知られて、きたが、 バブル景気後半頃より洒落たレストランやカフェ、ブティックが目立ち始め、それらに伴い高級マンションが建つようになり、近年は高所得の住民が増加している。いわゆる高級住宅街として知られる。その一部の女性住民がマスコミにより白金税として取り上げられた。俗に白金台と読まれる場合があるが、町名の正しい読みは白金台である。発金 白金の読みも参照。歴史的には、白金五領地と呼ばれ、近世には高松藩松平家の下屋敷があった。明治期には陸軍の火薬庫が一時置かれ、後に皇室財産となっている。2019年8月1日現在の世帯数と人口は以下の通りである。区立小中学校に通う場合、学区は以下の通りとなる。ありがとうございます。